たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れない。あなたが共にいてくださるから。詩編23章4節。また会えて何よりだ、AJ。主の御業をなしに来たか？そうかもね。告白させてくれ。私は災いを恐れる。他人のなす災いではない。それは簡単に対処できる。違う。私が恐れるのは私の内なる災いだ。私の罪を覚えているか？前に話してやった非道なビジネスのことを。ダイヤのことだろう。そうだ。子羊の血は全ての罪を洗い流すが、清らかさを取り戻すには私は悔やみ、さらに改めなければならない。キラットには罪があふれている。見つけなければならない。まずは迷える羊を探して追えば保管庫にたどり着く。そこで見つけたものを持ってこい。わかった。そして彼は友達や近所の人を呼び集め、いなくなった羊を見つけました。一緒に喜んでくださいと言った。
Thank you.